い。皆さんこんにちは、マダリグリビジです。では今回は発想版ヤホーレジスタンス DLC アメリカ軍プレイ続きをやっていきたいと思います。今回はね、前回の続きをそのままプレイしていくんですけども、艦隊の再編をまずまた行いました。また艦隊再編かというところなんですけども、やっぱりね、空母がないとこの先の艦隊戦はちょっと厳しい、戦い抜けないということもあってですね、太平洋艦隊をまたちょっとね変更しています。今まで4つの船隊から太平洋艦隊構成してたんですけども、これを3つの船隊に再編成しています。で、3つの船隊に全て母艦を投入するという形です。で、まず第一航空船隊、これはね、旧第一船隊で、戦艦がね、多数を占めていた主力艦としてはというところなんですけども、ここに母艦を2隻、配備するという再編を行いました。で、今まで唯一の航空船隊だった航空船隊の方は第二航空船隊として再編して、ここはね、中身としては変わらないんですけども、戦艦を2隻、従順を1隻で、駆逐艦を40隻、潜水艦を15隻新たに編成に組み込みました。で、今まで、第三船隊としていたものが第三航空船隊ですね。ここが母艦が4、戦艦が2、従順が3というところになります。なので、第1、第2、第3航空船隊すべてに母艦が入っているという形になります。これでね、なんとか山本五十六さんの連合艦隊を撃破していきたいというふうに思っています。で、あとはですね、戦争計画のところで言うと、まずですね、オレンジ計画を発動しました。これによって、帝国に対してね、攻撃防御のボーナスがそれぞれ入ってくるという話で、陸軍のね、戦いが有利になるんじゃないかなというふうに思っています。で、あとはね、民事工場の強制徴用も行いました。これによってね、民事工場が順次期間限定で使えるようになりますので、建設級に入っているこれらのね、建設がぐっと進んでくれるんじゃないかなというふうに思っています。あとは今民事工場一つですね、テキサスで作ってるんですけども、ここにノースカロライナとサウスカロライナ、ここにですね、さらに民事工場、軍事工場を投入していきたいんですけども、残念ながらね、もう空きスロットがないので、これはね、本土で別の場所に軍事工場、民事工場を作っていきます。まずはやっぱ優先は軍事工場なので、軍事工場を優先して作っていきましょう。ここはね、後で、調整をかけていきたいところになります。では時間を進めていきましょう。まずは艦隊戦なるようであれば確実にね、勝っておきたいところですね。東シナ海、南シナ海のね、制海権が目まぐるしく変わっているので、まあ、おそらくね、ここに帝国の艦隊もいるんじゃないかなと思うんですよね。敵の海軍を発見。ここだな。すでに戦闘の結果がある。大丈夫だね。ここは敵の潜水艦隊ですね。ちょっとドキドキしちゃうからね。艦隊戦になるようであればもう負けられない。次の艦隊戦は。確実にね、艦隊戦になるようであれば、勝っていきたいところですね。ここで、再びエージェントがキャプチャーされたのか。なんとかちょっと救ってってあげないといけないからな。まあ、どうしていくかっていうところですよね。これで3人がキャプチャーされちゃってるんだね。今の作戦で言うと、1人救う作戦発動中だよね。で、さらに、救っていく、救出してあげる作戦っていうのをしていかなきゃいけない。まあ、諜報機関自体がね、増えているっていうのはもちろんあるんですけどね、エージェントの数が。まあ、その分、リスクはあるんですけど、それ以上にちょっと捕まってる割合が多いかな。なんとかね、救っていきましょう。では、時間を進めていきます。はい。そしたらここでですね、待ちに待った戦い。
第二航空戦隊。これは母艦が5入っていて、さらに、太平洋艦隊の旗艦ネバダが入っている、この第二航空戦隊が、山本五十六さんの、これは連合艦隊ですね。空母赤城、宝生、加賀、龍城、4空母入っている、ここと戦うという形ですね。ただ、これはどうなんだろう。赤城を見ると、航空機0。加賀も航空機2。龍城も航空機0。これだったら叩けるんじゃないか。まあ、すでに敵は逃亡の感じに入ってますけどね。で、この南シナ海戦の結果は、味方、駆逐2を損失。敵の方はクルーザー1隻、駆逐艦7隻撃沈。ここは敵の艦隊を、まあ、取り逃がしてしまったという形ですかね。なんとか仕留めたいところでしたけどね。ただ連合艦隊に対して初めての、まあ、勝利と言ってもいいのかな。では続きをプレイしていきます。はい。ここで独ソ戦が開戦してるので、ヨーロッパの方も動きがありそうですが、残念ながらまだヨーロッパの方にね、軍を送れる状況じゃない。帝国海軍を撃破しておけば、艦隊をね、大西洋、ヨーロッパの方に送り込んで、制海権を確保して、陸軍を送り込めるっていうね、算段がつくんですけど、まだここ、太平洋、南シナ、東シナから艦隊を引き上げるわけにはいかないので、もうちょっと粘りましょう。で、今ですね、艦隊は艦隊戦の後に傷ついた艦艇の修理を行っているので、これの修理が終わったら、もう一度ね、帝国海軍の方に決戦を挑んで、これを撃滅したら、ヨーロッパ方面に転戦しましょう。まだちょっと耐えます。では暗号解読完了しましたので、また、ボーナスを発動していきます。これで敵の動向をね、つぶさに確認しながら、適材適所していきます。で、三等賞を取ったらですね、一度、陸軍の作戦も見直していきましょう。もうすぐ取れますね、三等賞。これで取れました。あとは朝鮮半島、まあ南だけですかね。いやーでもな、この南朝鮮取ったら本当にでかいよな。南朝鮮が取れれば、日本のほぼ全土を攻撃対象に入れることができることになりそうなので、陸軍としては南朝鮮、朝鮮半島の方に上陸をかけるのか、それとも帝国のベトナム、あとはインドネシア。このあたりのね、資源地帯を奪還しておくのか。ちょっと悩ましいよな。鉄、タングステン、クロム、ゴム。そうだね。これ帝国に渡しておいてもろくなことはないよな。インドネシア一帯を、オランダ、フランス、イギリスがキープする力が多分もうないと思うので、ここの奪還、これから取り掛かりましょう。手始めに。
ベトナムだな。ベトナム、ミャンマー、ラオス。この辺りを帝国から解放しましょう。次の作戦はそこに持っていきます。で、そのためには、一応ですね、今戦ってもらう第4軍。これをそのまま投入した方がいいかなと思うんで、これをね、投入していきます。で、フィリピンの方にいる第5軍を、一部編成を見直して、ベトナムの方にね、投入していければいいかなと思います。ですね、山本五十六さんの連合艦隊が早くも戦線に復帰してまして、これがですね、大西洋の方から開港させていた大西洋艦隊。まあ、ここはね、駆逐艦ばっかりしか入ってない大西洋艦隊なんですけども、これがね、撃破されてしまったという状況です。いや、本当に五十六強いなぁ。味方の主力艦隊、太平洋艦隊の方なんですけども、第一航空戦隊の方が、ご覧のように修理中。ですね。まだ半分も修理が終わってない艦艇も結構あるので、まだちょっと出撃はさせられない。で、第二航空戦隊の方も同じようにですね、まあ、母艦は無事なんですけども、まあ、一部艦艇が20-30%っていうね、状況になってるので、これもちょっと出撃はさせられないかなと。で、第三航空センターも同じですね。母艦は無事なんですけど、従順以下、随伴艦がちょっとダメージが出ているという状態で、出撃させるには厳しいかなっていうところですね。で、フィリピン、周辺の制海権の方もまだ十分ではないという状況もあってですね、ベトナム攻略する部隊を、フィリピンからね、ちょっと出そうというふうに考えているんですが、ちょっとこれもね、今微妙な情勢になっています。なのでちょっと判断難しいところなんですけど、多少傷ついたまま太平洋艦隊を再出撃させて山本さんと戦わせるのか、それともね、ここは我慢して艦隊を待機させるのか、ちょっと考えておきたいなと思います。というところでね、ちょっと今回短めですが、ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。